でもこ の質問箱をこう用意してからもうとてもじゃないけどこの収録に追いつかないぐらいの、ね、数がまあおかげさまでこうバンバン集まる。でもこれ用意したことによって、なかなかこうこんなこと聞いていいのかなって思ってたようなそのいわゆるそのビギナーの方が本当に多いんだなっていうちょっと感じですね。太郎の質問箱なんで太郎さんが答えていくっていう風にするのはいかがですか、太郎さんじゃない広がらないから30秒ぐらいで終わっちゃうよねそれでいいんじゃないですか答えが分かったんだったということでね、まあ、これもちょっと広がるかどうか分かりませんけどね、ちょっと一応聞いてみましょう。まあ、太郎さんが答えれば30秒で終わっちゃう質問でございます、はい。バードゲスナッシュさんというのかな、なんかまあそんな感じの方です、はい。F1 開催中に同じサーキットで F2 やポルシェカップなどサポートシリーズのレースが行われていますが、その際ピットガレージは F1 と同じ場所を使用しているのでしょうか、それとも F1 とサポートレースではガレージが別に用意されているのでしょうか。じゃあ太郎さんお願いします。はい、まあ、これは、別ですね。はい、ありがとうございました。基本ねどこのサーキットもガレージの数は限られてるからメインのレースがドーンと使って、でも F1 だけだよね、その明確に F1 以外はあっち系ってなってるのは。あ、そうですか。例えば国内だと並びにいたりするじゃん。だから要は逆にあれのがおかしいあ、そうなの。カテゴリーが混ざってたらおかしいでしょ普通に混ざってるのがおかしいですよねっていう。あ、そうなん、そっちがおかしいんだ普通におかしいと思いますけど、例えば、うん、FIAF2 と FIAF3、はい、まあ、同じチーム、例えば ART は両方参戦してるじゃないですか、うん、だけど例えば ART の、うん、F2 と F3 が並びで、じゃあその隣にカーリンがいてみたいな、そういうごっちゃにはなってないですよね。F2 は F2 でずらっとチームごと並んで、F3 は F3 でチームごと並んでるのが普通じゃないですか。あ、言われてみる。だってカテゴリーが違うんだから。あれ？あれ？確かにそうだね。でも私どもが拝見しているレースだと、要はトップカテゴリーで 余るじゃないですか、ガレージが、はい、余ったところにはこう漏れなくサポートレースの方々もメーカー系の方々、メーカー系の方々ガレージ使われるんですよ、うん、だからそれが、まあ、まあ余ってるから、まあ、余ってるのかしょうがないよね。全員入れるんだったらいいですけどね。そう全員入れないんですよ。でだからそれはおかしいでしょ、まあ、ランキングで入るんだけども、ランキング上位って決まってるから実質決まってるってことなんだけどみんな同じエントリーフィー払ってんだからおかしいでしょそれは。その扱いの差はだから確かおかしいなと思いつつも数が足らないからしょうがないかと思ってたんだけど、そもそもそのあれですよね、車検とかどうするのっていう気はしますけどね、そのバラバラになってると。あと一応運ぶんでしょう、車検だから一箇所にした方がね、カテゴリーごとに分けた方がいいような気がしますけどね。あ、それが普通かと思った。 F1 だけは違うのかと思ってた。まあだから DTM でも DTM は DTM で、ね、メインのとこ使って、旧 FIA3 は、ね、別のとこ使って、ダブルシリーズはダブルシリーズでっていう、それぞれやっぱパドックって分かれてますよね、うん、あ、だからそこの概念も結局ホスピタリティもないじゃん、日本のレースって、その各カテゴリーにおいて、ね、だからいわゆるこう陣地みたいな構成になってないから、なんだろうね、同じ系列のチームの方がなんかその縦の方がつながっちゃうんですね、多分ね、そうそう、ね、横じゃなくてね、そういうことか、だから F1 は F1 やってるときは当然ピットビルディング、うん、メインピットビルディングのガレージは F1 しか使いません。そうですね、パドックにも F1 以外の人は入る。仮にガレージ余ってても使えません、うん、使えません、うん、それはもうここには入れないっていう決まりになってるから、うん、だから F1 のチームは、まあ、ホスピタリティだったいわゆるパドックと言われるところも全て電子ゲートで、だから F2 のスタッフとか入れないですから ね F2 のやつだとブーって言っちゃうもんね。俺も知らんのかって言っても知らんって言われちゃうもんね機械が知らんって言ってるって言われちゃうんで、うん、F2 は F2 のレースやるときだけ、うんうん、F1 のピットレーンに並ぶ、はいはいはい、ピットガレージの前に今並ぶってね、一応だからそのために作業エリアってことがありますからね、ね、まあ、それはね別の動画でね、そこの作業エリアの話はまたしてるんで、それはまたそれ別途見ていただくということにして、そうだから厳格に分かれてるもんね、パドックもね、はい、それがまたあそこに行くんだっていうまたハングリー精神、うん、そうですね、そこはやっぱり日本式なんだね、日本ってちょっとなーなーなんだやっぱだからねよかった親チームがあっちもやってて
だからガレージで見れるしみたいな確かに言われてみたらそうだわ。だからまあ F2 は F2 のパドックがあって、うん、その中に、まあ、自分たちで、まあ、基本ヨーロッパのレースだったらトレーラーを持ち込んで、うん、そこにピット、まあ、ガレージっていうのかな、うん、まあ、テントで、まあ、ピット設備をちゃんと自分たちで設営して運営するっていう風になってる。あ、そうだね。まあ、で FIF2 と FIF3 は基本的にまあ同じ母体がやってるんで、うん、同じパドック F2、F3 パドックっていう風になってますけど、ね、まあ、それでもやっぱり F2 の場所、うん、F3 の場所って分かれてますね、はいはい、うん、同じチームだから隣とかっていう、チームごとではなくてカテゴリーで分かれていて、あのホスピも別だっけ、 F3 ホスピタリティは一緒ですね、一緒だっけ、 F2、F3 の、まあ、でも立派な ね、 そうですね、ホスピタリティがあって、まあ、そこでだからそこでまた全員顔合わせるっていうのがまた一つの、まあ、コミュニティ になるわけだからね、うん、まあ、ただポルシェカップはポルシェカップのパドックだったりしますよね。あ、そうそうそう、ポルシェはホスピタリティが、うん、ポルシェのホスピタリティがあるし、うん、まあ、そこはやっぱりまたねちょっと別のカテゴライズ、うん、あ、そうだね、確かに確かに、 F2、F3 はその若手がね、うん、上を目指す若手がやる場所だし、うんうん、ポルシェはまあそのもちろんプロドライバーの人も参戦して、うん、アマミュラー選手とかね、もうベテラン中のベテランみたいな人もいますけど、うん、まあ、やっぱりお金持ちのジェントルマンさんも、ね、ジェントルマンが参戦するんで、やっぱりその F2 は、うん、あの言うたらあのイタリアの食堂みたいな、はいはい、いっぱい食べないと美味しいわみたいな感じのホスピタリティーなんですけど、うんうん、お前らってね感じて、うん、ポルシェのとこ行くとやっぱりこういう、あ、ちょっとお上品だね、我々もちょっと背筋が伸びるみたいなね、うん、たまに、ね、入れていただくとこう、うん、ほうほうほうみたいな、いい肉使ってますねみたいな、うん、確かにそのポルシェからするとドライバーイコールお客様、そうです ね、一番のお客様がドライバー、普通のポルシェ買う以上の人しかいないですからねそれはその人たちの生活レベルたるやっていう話なんで、そうだよね、うん、まあ、その人たちは当然もう、ね、楽しみに来てるから、うん、どうや車で来てるかっていう、まあ、確かに、ね、うん、いらっしゃって、うん、そこでお食事されて帰ってくるっていう、うん、まあまあね、国内でも日本も PCCJポルシェ彼らカップに関してはホスピタリティをちゃんと、ね、はいはいはい、作られてそこで食事とかもできるんで、はい、確かあれ一般の人もチケット買えば、うん、売ってるんで、入れてもらったことないな、お金払うの入れてくれるんだけどチケット売ってるんで入れてもらったことないな一度体験されても多分ホットビール出ると思う、しましょう、しましょう、PCCJ のホスピタリティ行ってみた行ってみた、だからまあそういう楽しみ方も、うん、あるのかなっていうことなので、まあ、まあカテゴリーで全部分かれてますという、ね、答えでよろしいですかね。はい、ありがとうございました。